どうもこんばんは、稲川うむじでございます。本日はあなただけの知らない世界ということで、都内某所にあります心霊公園としておなじみのこの公園、呪われたトイレの前に来ております。ちょっとトイレの中にやってきました。はあ、もう身の危険のようだってこのことでしょうかね。もう至る所にですね、音量がね、渦巻いておりますね。これはおそらく、あの隅っこにいるのはあれ見えますか、映りますかね、あそこは。あれはね、亡くなった幼い子供のね、ですかね、こっち見て笑ってますね。そこもうちょっとあんまいると笑っちゃうとまずいんですけど、持ってた方がよさそうですね。やばいな、これ。え、何？いた？ちょっと本当に、ちょっと連れてきたかもしれない。え？連れてきちゃったかもしれない。それねえべ。見えた？いや、なんか、ちょっと来たよ、あれ。マジで？うん。来てるよ。やばい。来てるかもしれない。離れた方がいい。確かに、なんか寒かったんだよ。寒いっしょ。うん、寒いんだよ、なんか。いや、大丈夫だよ。すげえ寒いんだよ。もう出ない？なんでよ。もう、なんか嫌だよ。いいよ、なんか。気持ち悪いよ。だってあれだけやんないといいべ、放送なんねえよ。やっとく、もうな、やだよな。でもどっか場所変えないんだったら、いないってねえなんて、気持ち悪いんだよ。どんとこだよお前ね。そんなことよく言うな。変えないよマジで。いやだよ、もう期待してんだからミスな。じゃあもうしょうねえか、やるか。はい、早速行ってみましょう。稲川うむじのこんなものいらない。小宮山さん、ムーさん、船橋のモンスターリッパーこと慶三さん、ヘタタニホキでございます。ヘタタニ君、ね、よく送ってくれますね。はい、さて今回のネタですが、24時間テレビのこんな企画いらない。ダンディ坂野の1万回ゲッツ深夜企画の一つですが、ダンディ坂野が1万回ゲッツを言い続けるというこの企画、誰が救われるんでしょうかねということですね。はい、いらないですね、俺は。はい、続きまして、毎度どうも、日本の楽園に永住している鉛筆ネーム HB ですと。最近はかなりの猛暑ですね。どうした？回ってんぞカメラ。ケイゾ、お前ん肩重くねえ？肩、うん、いや重くねえよ、まあ、ちょっと疲れてるけど。左体、うん、大丈夫、まあ、回ってるよ。それどうしたと、沖縄は扇風機だけじゃ耐えられない状況です。東京は沖縄よりも暑いようですが、ケイゾも何かと重いだろお前。いや重くはねえ。お前なんか、えお前なんかついてるよお前。なんだ気持ち悪いな。何、霊ついてるよお前。え、俺の肩霊ついてるよお前。危ねえよお前。助けてくれ、やめろ。えい、助けてくれ、助けてくれ。えい、ダメだ、取れない。もうお前、犬よ。えいっ、うわぁ、えいっ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